本州のかけがえのない貴重な財産であります地下水を次世代へ確実に守り伝えるため、引き続きお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。このサミットのテーマであります持続可能な発展のための水実践と継承というですね、テーマに寄与するものということで発表をしまして、やっぱり若い世代がやっぱり世界のこの水問題を解決していくんだよっていうですね、そういったムードをしっかり作っていく、そのために我々はバックアップを強力にしていくということが非常に重要かなというふうに改めて思いました。私どもの活動をですね、ご説明することで、今後民間企業であるとかですね、経済界がふるさと熊本が誇る自然と文化を次の世代につなげるためにどのような活動ができるのかということを考えるベースを提供させていただければありがたいと思います。日常生活で使う水は熊本の自然が育んだミネラルウォーターなのです。一体この豊かな熊本の水はどのようにして生まれたのでしょうか。潤いある未来のために、これからもかけがえのない水の恵みを大切な子どもや孫に残すための取り組みを続けてまいりたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。それでは皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから第2部を始めさせていただきます。なおステージの皆様には、マスクを外して、進行をしていただきたいと思いますので、どうぞ皆様ご了承くださいませ。まずはステージの皆様をご紹介申し上げます。ステージ向かって右側から、肥後銀行頭取笠原義久様でございます。熊本市長の大西和文様です。どうぞ第一部に引き続きよろしくお願いいたします。そしてステージ向かって左側です。熊本県立熊本北高等学校の岩下アメリさんです。お隣は熊本県立熊本商業高等学校の古賀聡真さんです。お隣、商経高等学校の金子さやかさんです。そして第2部を進行していただきます、熊本大学大学院先端科学研究部准教授、田中直人先生でございます。それではここからは田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。熊本はですね、4本一級河川がある、すごくユニークな土地でして、その4本の河川に全てで世界灌漑施設遺産があるんですよね。でそういう意味では農業と密接に結びついた水利用をしてきたので、そういうですね、農を学ぶというようなことも、実際に高校生たちに体験してもらっています。で大西省もたくさん言ってくださったアジア太平洋水サミットは一つのきっかけにしか過ぎなくて、このここで得た財産をですね、どうやって未来につないでいくのかということが大事だということで、皆さんと議論していきたいというふうに思いますが、熊本の大自然を代表するあの有名な阿蘇山が深く関係しているんじゃ。阿蘇山？大昔の阿蘇山の大噴火によってできた熊本の土地は水がとっても浸透しやすく、熊本に降った雨は良質な地下水として地下に溜まっていくんじゃ。北高2年の岩下です。この動画は私と1年生2人女の子と一緒に作りました。音もしっかり入れて、感じるっていうことは日本の人だけじゃなくて世界の人にもできることだと思うので、またこの動画を作る前から田んぼだったり熊本の歴史の施設だったりに、このユース水フォーラムの活動の中で行かせてもらったので、実際にそういう水のある場所に行ってみると今までしなかった感動とか貴重なんだなっていうことを改めて動画を作りながら感じることができました。そこの水を知っておるかな。わしは水ちゃんじゃ。いやいや、歌の通りエズコの主ないせ水の妖精である。
この動画で意識したことは、まず水について知ってもらうためにはインパクトのあるキャラクターで、まず動画を見てもらって熊本の水への理解を深めるっていうことが重要だと思っていて、普通の水についても普通水の学習をするにしても何でも入り口が重要だと思っていて、こういうカジュアルな動画というか大衆的なものでキャラクターを表すことによって水についての理解が深まり学習するきっかけになってくれたら僕はいいかなと思ってこれを作りました。 Of the crowd, what kind of experiences would they have? First, here's cheerful Shizuku. She seems to be going to the Shirakawa River. Yahoo! What's that? That is an embankment. Who are you? Please call me Dr. Beaver.この動画は高校2年の3人と1年生3人で作りました。テーマは子どもたちに向けて水の循環を伝えるということで作りました。3人の妖精が雲に乗り、それぞれ川に行って堤防を学んだり、生活排水として流れて節水をする状況を実際に見たり、観光地の美しい水となったりしてそれぞれの場所で体験しています。その後にまた雲に乗って海に戻るという水の循環がこの動画で学ぶことができます。テーマ1はですね、このアジアパシフィックウォーターサミットで学べたこと、大西市長にいろいろ教えていただいたんですけど、実際彼らは現場にも行ってたのでそこをですね振り返りながら、実際高校生たちは何を感じたのかっていうのをですね、まず教えてもらおうというふうに思います。この各ブース、日本全国から大人の人とか学生さんまでたくさんいて、そういう各地の取り組みをたくさん自分たちで感じることができたので、とても視野が広がる、自分にとってすごく大切な体験になりました。先輩たちや他校の生徒さんと一緒に共同作業でこのブースを作っていて、もうこうやってユース水フォーラムのメンバーとして活躍しているのに知らないことばっかりで、こういうところに実際行って熊本の水の大切さを再認識することができました。ビデオを拝見させていただいて本当に素晴らしいなと思って感動しました。あと水サミットについてもですね、皆さんのような学生さんですね、若い人たちが参加、主体的に参加したっていうことがその世代をつなぐっていうことでも大きかったのかなというふうに、改めて思いました。10年後どんな熊本になってたらいいかなっていうことの、コメントと、あとそんな簡単にはならないので、それに対して自分たちがやっていきたいこととか、それに対する課題みたいなことをですね、ちょっと教えてもらおうかなというふうに思います。僕はもともと途上国で農業支援をしたいと思っていて、飢餓問題とかに興味があって、で今回そのユース水フォーラムとか、今あと白川中流域、土地改良区とユース水フォーラムがコラボした田んぼハイスクールという活動で、水と農業の関連性をやっぱ先ほど言った通り学んで、その農業土木っていう視点でこの途上国 の農地を変えていきたいと思ってるんですけど、それと同時に熊本 の水 この将来なくなるかもしれないっていう状況で、一人の技術者として熊本の水の保全にも関わっていきたいなとちょっと思い始めているので、そういう実際に地下水財団さんとかが行っている地下水保全 の活動ですね、例えば陶器 の冠水ですね、根を張ってそういう地下水を滴らせて地下水を増やすっていう活動に高校生を同行させていただいて、実際にやっぱり手を動かして活動してとても記憶に残るので、やっぱり実際意識がとても変わるんだと思うんですよね。なので私はこういう活動をしていただきたいなと思っています。以上です。ありがとうございます。熊本市民である若者たちがですね、いろんなアイデアを出してくれているので、こう大西市長の方からぜひよっしゃ市はこれをやるぞみたいなですね、そういうお話ができればなというふうに思うんですけど、市長いかがでしょうか。
僕は若い高校生をなんか熊本でずっとこう囲い込もうとかっていう気は全くなくて、どんどん世界に出ていって、そして経験してまた熊本に帰ってきてフィードバックしてもらえればいいなっていう、まあそういう気持ちを持ってます。でそういう中で例えばさっきね、古賀君が言ってましたけども、陶器のこの淡水事業っていうのをですね、ぜひ経験をしたいというようなことがあります。まあ肥後銀行さんでもやられたりしますし、まあ、私今実は地下水財団の理事長でもあるんでですね、やりましょう一緒に、ね、ただ勉強する時間がちょっと削らなきゃいけないかもしれないけど、だけどそれも非常に貴重な経験なので、やっぱりこの皆さん方、若い皆さん方が経験をする場、それからこの水のことについていろいろ考える場で、水のことを考えることによって実は他のいろんな環境の問題だけでなく、産業の問題、農業の問題、あるいはそういう福祉の問題も全部実は水問題とはつながっていくんですね。だそういうふうな、この水、まあ、ユースのこの水フォーラムも含めてなんですけれども、若い世代の皆さん方が10年後にそういう基盤が熊本にできたなと、これは研究やそれから体験、そういったものができるような基盤をしっかり作っていきたいなというのを私も目標にして、これから頑張っていきたいというふうに思います。本当に皆さん頑張ってくださいね。期待しています。ありがとうございました。大西市長は、まあ、地下水財団の、理事長でもありますので、この水盛りの活動ですねをずっとこれまでも牽引されていたので、ちょっと僕たちにその水盛りの活動について教えていただければと思いますけれども。本当にですね、この地下水の水盛りというのはもうその行政だけがやるわけじゃなくてですね、やっぱりもう地域の住民の皆さん、そしていろんな保全団体、それから企業、これがやっぱりずっと連携をしながらそれぞれの中で育んできました。ですのでこの水盛りの活動というのはぜひですね、もう多くの方々参画できます。今189名が登録ということでありますけれども、ぜひですね、高校生の活動もですね、こういった形で水盛りの中にですね、この熊本大学というのもここ入ってますけれども、ぜひ若い皆さん方にも参画をしていただけるような、まあ、そういう形になっていけばいいなというふうに思っています。以上です。はい、どうも大西長ありがとうございました。まさにですね、この水盛りの活動っていうのは実は熊本ではもうすでに肥後銀行さんをはじめずっとやってきたことだというふうに思います。で、SDGs の中で一番大事なのは誰もが当たり前にできる、でそれはやって終わりではなくてずっと持続可能なんだっていうことですよね。なので何かこう新しい枠組みを作るというよりは、既存の枠組みの中に、まあ、今日考えてくださってる高校生みたいなですね、新しい賛同者で、もっと言えばそれが常にこう増えていくとかですね、中学生もいつかは僕たちが水盛りになりたい、でその水盛りの年配の皆さんから水盛りの活動はねっていうようなことを教えていただいたりだとか、肥後銀行さんがこう培ってこられた歴史と伝統みたいなものも新しく高校生を受け継ぐというような形で、そのユース、まあ、水盛りみたいな形のですね、活動をしていけたらなというふうに考えます。そこで高校生からですね、さっきまあ打ち合わせでそういう話をして、宣言してみるみたいな話になってですね、本当さっき宣言文を作りました。でぜひ今から壇上の方にですね、マイク1本ずつ持って行ってもらって、高校生が宣言しますので、お二人はその両脇を支えていただいてですね、会場の皆さんも承認なので、高校生やるって言ってるんで皆さんもやっていただけるとは思いますけど、本当に高校生たちが自分たちで考えた宣言ですので、楽しみにされたらなと、僕ちょっとドキドキしてますけど宣言しますのでぜひお付き合いください。じゃあ壇上にお願いします。ユース水盛宣言。私たちは熊本の豊かな自然と歴史に育まれた水を大切にして、農業圏である熊本の生活、なりわいの結びつきが経済、環境とのつながりを意識して、私たちよりも若い世代に、私たち、すみません、私たちよりも若い世代のみんなと、あ、それですね、はい私たちより若い世代とともに一緒に共に活動していきます。ご支援よろしくお願いします。私たちと一緒に水盛り活動をしていきましょう。はい、皆様、本日はですね、大変お忙しいところ、
水サミットのアフターイベントにご出席いただきまして誠にありがとうございました。田中先生 の、 あのファシリテーションもとても素晴らしかったので僕も楽しく参加させていただきました。そういうことでですね、今日ご参加の皆様とともに、サミットがスタートですということを大西市長もおっしゃいました。ですから我々改めてですね、本日水を守るあるいは環境を守るということを決意いたしましてですね、結びの言葉とさせていただきたいと思います。本当に本日はありがとうございました。